任期満了に伴う仙台市長選挙は昨日投票が行われ、民進党など野党が支援した無所属の新人で元復興政務官の郡和子さん60歳が初めて当選しました。一方、自民公明両党の県組織が支持した葬儀の総裁業社長菅原博則さん57歳ら無所属の新人3人は及びませんでした。自民党は惨敗した東京都議会議員選挙に続く連敗で、政権への影響は避けられません。郡さんは民進社民両党の宮城県連が支持し、共産党の県委員会と自由党が支援しました。市民中心の選挙を掲げて、教育改革や待機児童の早期解消を訴え、衆議院議員を4期務めた知名度を生かして幅広く支持を集めました。この仙台市長選挙の投票率は 44.52% で、過去最低だった前回の 30.11% を 14.41 ポイント上回っています。支持率が続落しています。こちら毎日新聞今朝の朝刊一面からですが、内閣支持率続落 26%、 安倍総理の参戦は 62% が否定。毎日新聞が22日と23日に行った全国世論調査によりますと、安倍内閣の支持率は 26% で、6月の前回調査から10ポイントマイナス、不支持率は12ポイント増えて 56% となりました。支持率が 20% 台になったのは第2次安倍内閣発足後初めてで、安倍総理の自民党の総裁任期が来年9月に終わることを踏まえて、変わった方が良いと答えた人は 62% となり、総裁を続けた方が良いの 23% を大きく上回っています。まあ、こういう流れの中で行われた仙台市長選挙、もうこう選挙戦でも、今回当選されました郡和子さんが非常に有利に選挙戦を展開しているって話はありましたので、そうですね、まあ、それにしましても、まあ今回も自民党も菅官房長官が応援に入ったけども街頭演説はしないっていう、あのステルス作戦という形でですね、結局、まあ、あの安倍政権が都議選の後ですね、はい、あの大型地方選挙でまた信を問われるという形の選挙になって、やっぱり投票率がこれだけ上がると、やっぱり安倍政権にノーという候補が当選するという構図になってきていると思うんですね。あの都議選も非常にあの投票率が上がった、今回 の仙台市長選もですね10ポイント以上上げていると、皆さんがこれは選挙に行かなきゃいけないと、黙ってられないと言って出かける票はほとんど県政権をノーという形になってきているということからすると、どっかで歯止めがかかるのか、このままその雪崩的にですね落ちていくのか、非常に今潮目のハザー回帰だって気がしますね。ですね、うん、今回毎日新聞は 26% ということです。よく言われているのは 30% 台になると危険水域、ですね、で 20% 台に入ると崖っぷちっていう、はい、言われている中で、これ毎日新聞どちらかというと安倍政権に対しては非常にクールなものの見方をしているような報道が多いと思うんですが、この後出てくるその読売とか、まあ、あと朝日もそうですね、こういうところの世論調査の数字というのも決して芳しい数字出そうもないですね。そうですね、ですから私はあの崖っぷちの手前の崖っぷちと言ってるんです点々ないそうですね、いうような形になってきてるんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね、さあ、そしてこういうような、まあ、続落している状況の中で、今国会ではこういうものが行われています。